あれ、オタクどこの人だっけ？マレーシア。はい、まあ関係ないんだけどね、そういうのね。ああねえすいません。気持ちいい。まあ外国人で大変なのはわかるんだけどね、借りたもんはきっちり返していただかないと困るんですわ。好，那我马上去准备钱，请等一下。啊！なんで？今すぐお金用意しますから、もう少しだけお待ちいただけませんか？慣れない国で大変なのはわかるんだけどね。日本には借りたもんはすぐ返す、こういう言葉があるぐらいだからね。ねえ。てかお腹空いたよ。なんかもてなしなさいよ。お客さんなんだから。はい、どうぞ。そう、お客さんが来たらこれもてなす、これ日本の文化常識だからね。うん。辛い。嘘。不辣？嗯？他说很辣。辛い。舌が取れちゃう。嗯？不辣？嘘。好吃。辛い。死んじゃうかと思ったよ。我今天掏不出钱，能不能请您先回去？なんで？すいません。でも今日は本当にお金がなくて、お帰りいただけませんか？ダメだ。金が返ってくるまで、俺はここを動かない。ずっとここに居座らせていただく。不是吧？さあ。今日の晩ご飯は何かな？面包。え、今面包食べてるから。晚餐也是面包。ああ、そっか。ってことは明日の朝なんだっけ？面包。おお、マリコ。I love 面包。米は？没有。うちお米食べないんです。やだ。早上、午餐、晚餐、面包。近くにコンビニがあってよかったよ。啊，不好意思，我今天真的没有钱，所以能不能给我一个礼拜的时间呢？那得，请给我一个礼拜。嘿，一个礼拜。ちょっと待って。もう一回行こうか。うん。请给我一个礼拜。違うからね。君の役割は彼の言葉を訳すね。そういうルールで違う。怖い。拜托。怖い。二人が知らない言葉で話してくる。拜托。怖い。请给我们一个礼拜。请给我们一个礼拜。好不好？没有钱。一个礼拜。请给我们一个礼拜。すいません、感情的になってしまって。困りますよ。暗黙のルールはちゃんと守っていただかないとびっくりしちゃうからね。ねえ不过就是三元那里的这个利息真的是太贵了，完全还不起啊。我啊你知道やり方に文句言ってんの？也不是那样，因为其他人都没有那么贵啊，只有你。確かに三原さんだけですよ、こんなむちゃくちゃ言ってるの。只有你那么贵。そうなの？俺だけ？其他地方都没有收那么高的这个利息啊，只有你啊。他のみんなと違いますよ。違うの？みんなと？大家都没有那么贵吧？嗯。三原さんだけ。你跟其他人不一样。やだ。一緒がいい。みんなと一緒がいい。太贵了，只有你。やだ。怖い。みんなと一緒に歩んできたのに。分かったからさ、もう利子ゼロでいいからとにかく返してお願い。好，谢谢。那你能不能等我一下？我现在打电话给我妈妈要钱，好不好？啊，頼むよもう。啊，喂，妈妈啊，对对对，我非常好，非常好。现在日本呢，他们人都很好，对我没有事情，在日本过得非常好啊。但是妈妈，我现在知道你生病需要很多钱动手术，但是不好意思，我能不能借我一点点钱呢？对对，马上会还你，马上会还你的，因为我知道弟弟他们也要上大学嘛，对，很辛苦。那我以后呢也会说赚钱养弟弟，但是就现在先借我一点钱好不好，妈妈？嗯，对，马上还你的，妈，相信我。喂，是Ryu的妈妈吗？我是Ryu的朋友三言，您好。啊，刚刚Ryu真的是在开玩笑的啦。 啊，当然是不用见啦。是的，请你保重身体，早日康复。下次一定要来日本玩哦，日本是非常好的地方。啊，那就再见啊，再见。这样呢？三元。 你刚刚说的是什么意思？だから金はいいっつってんだよ。不行，三元，你等我，我们一定会还你钱的。三元，バカ野郎！こんなくだらない日本人に返す金があったら、早く弟さんたちを大学に行かしてやれ。兄貴なんだろ。 さあということで今日のゲストはなんとあの2人が来てくれました。この2人とRyuuuTV。大家好，我是Ryu，我是Yuma。对，我今天非常幸运被这个 鼎鼎大名的、有名的这个列三元邀请我们参加他的这个小短剧，大家觉得怎么样呢？好看吗？不好意思，我们的演技就是没有那么好。ごめんなさいね、こんな演技力でごめんなさいね。いやでも楽しかった。楽しかった。めっちゃ楽しかった。あ、よかった。もうプロですもう本当に。全然プロじゃないんです。演技棒到不行，真的，而且 no cut， 没有 cut， 超棒的三元。すごいね。 ありがとうございます。楽しかった。楽しかった。楽しかったです。はい。ということでね、RyuuuTV 皆さんもご存知だとは思いますが、RyuuuTV でもね、面白いコントっていうんですか。日本語がすごい一生懸命勉強できて、カッパの川流れですかね。そんなの見られてた。やっぱりカッパの川流れが。そんなの見られてた。超前のね。この言葉をチョイスするんだっていう。これはもう本当そうですね。最初の頃。 っていうぐらい面白い動画をいっぱい配信してるので、ぜひ見てみてください。日本語を勉強した人はどうぞぜひ来てください。はい、ということで皆さんまた見てねー。バイバイ。バイバイ。1、2、3。